ロシアのプーチン大統領は21日ウクライナでの軍事作戦で劣勢を挽回するため部分動員令に署名したと明らかにしました約30万人が召集されるといいますこれがロシア人の出国ラッシュを引き起こしロシアから出国するための片道航空券価格が21日に急上昇し売り切れるケースも出ています BBC の報道によると プーチン氏は現地時間の21日午前国営テレビの全国放送を通じて国民に演説しロシアは即日から部分的動員状態に入ると発表したと言いますロシア国防省はその後30万人の予備兵力を招集すると発表しましたプーチン大統領が動員令を発するというニュースは20日に広がり始めロシアのネット上でロシアを離れる方法 兵役を遅らせる方法という検索が急増しました動員令が21日に発表された後 google のデータによるとロシアで人気のある航空券予約サイトアビアセールスの検索が急増したとロイター通信の記事で分かりました google のキーワード検索データによるとプーチン氏のテレビ演説が放映され始めてからロシアでは航空券飛行機の検索が2倍以上に増えたといいます 一方、ロシア出国の検索は22日朝はいつもの100倍も多かったです。アビアセールスではロシア人がビザなしで入国できるトルコのイスタンブールとアルメニアのエレバンへの直行便航空券を21日に完売しました。現地時間午後2時15分時点でトルコ航空のモスクワ発イスタンブール行きの便は25日まで満席となっています。ジジョージアの首都 りししへの乗り継ぎ便も完売しましたドバイ行き航空券の最安値は30万ルーブルを超え平均月収の約5倍に上昇しましたグーグルのデータによるとロシアからトルコへの片道航空券は1週間前に約2万2000ルーブルだったが7万ルーブルに跳ね上がりました観光業界関係者は ロシアからのビザ免除国への航空券需要が急増しているとし、21日午前中には片道切符を20万ルーブルから30万ルーブルで購入可能だったが、今は買えない。国を離れることができなくなることを恐れる人のパニック界だと指摘しました。 ロシアによるウクライナに対する侵攻が開始した当初、戦争に反対するロシア人や軍隊に動員されることを恐れたロシア人が大量に逃げ出したと言います。非公表の公式推計によると、少なくとも数万人に及ぶと言います。